Jimmy Carter once said, on October in 1969, as follows. It was the darndest thing I ever seen. It was big. It was very bright. It changed colors, and it was about the size of the moon.ヒロシ・ハヤシ、ハママ・シティ・ジャパン。 1969年10月のジョージア州レアリーでの UFO 目撃についてインタビューに答えて、元アメリカ大統領のジミー・カーターは次のように答えている。それは私が見た中でも最も不愉快なものだった。それは大きくて明るかった。色を変えた。月ほどの大きさがあった。ジョージアの空を南西に横切っていくとき、それは赤と緑の輝く球体が光を放射していた。私たちは10分ほどそれを見つめていたが、私たちの誰もそれが何だかわからなかったが、一つだけ確かなことがある。私は空に UFO を見たことがあるという人がいても決してからかったりはしないだろうということだ。宇宙飛行士のスコット・カーペンターも次のように述べています。今まで宇宙飛行士が宇宙にいたとき、宇宙飛行士が一人でいたことは一度もなかった。いつも UFO の監視下にあった。宇宙飛行士のスコット・カーペンターは1962年の5月24日、軌道上にいるとき、UFO を写真に収めている。NASA は未だにその時の写真を公表していない。カナダの前防衛大臣のヘルヤー氏は、4種類のエイリアンが活発に地球を訪問しているのを知っていると証言した。ベルギーの空軍将軍副長官のウィルフレッド・デ・ブラウアーは次のように語っている。かなりの数の異常な現象がベルギーの区域で起きているという結論に空軍は達している。地上からの多くの証言とその後の追加証言によれば、1990年の3月30日から31日にかけての夜にかなりの数の未確認物体の空中行為が起きたという仮説に直面することになった。今のところ攻撃的な姿勢は全く見られていないし、人々を不安にさせたり交通機関に影響が出るということはない。そのためこうした推定されるエイリアンの行動が直接的な脅威になるとは考えていない。それがどこからやってきたかについて、技術的な探査手段によって確実に観察される日は疑いなくやってくるだろう。これが長い間ミステリーを覆っていたベールの一部を開くことになる。つまり今日まで続いているミステリーをである。しかしそれが存在し、それが現実であるということ、それ自体が重要な結論ということになる。1947年ロズウェルでの経験に関してウォルター・ホントは次のように述べている。1947年当時、ロズウェル陸軍航空隊広報部所属だったウォルター・ホント中尉は、ロズウェルでの UFO 墜落事件について次のような宣誓供述書を自分の死後に開封するようにと残していた。ホントは2005年の12月に死亡したが、その文書は
2007年の6月に公開された。彼はウィリアム・ブランシャード大佐、ロジャー・ランメイ将軍及び第8陸軍司令官などの高官に会ったことの話のほか、 UFO を見たこと、エイリアンの死体を格納した容器を見たことを供述している。 CIA の心理作戦の創設者メンバー兼 NATO のアドバイザージョセフ・ J ・ブライアン大佐は次のように述べている。これらの UFO は有人無人コントロール、あるいはその両方の地球を観察するための組織的な宇宙航行装置である。 UFO の目撃例を含め情報は未だに公式には未公開のままとされている。 CIA の上級ディレクターの特別補佐官であるヴィクター・マッケーティは次のように述べている。 CIA は UFO 現象をどう捉えているかについて、私たちは事実としてエイリアンとコンタクトを取ってきたし、訪問さえ受けている。で、アメリカ政府は他の地球上の国家中枢部と話し合いをし、外惑星人、つまりエイリアンの情報は一般から遠ざけるように決定している。